私たちが台所やお風呂、トイレなどで使って汚れた水は、名古屋市に15箇所ある水処理センターに集められ、きれいな水にして川へ放流しています。水処理センターで水をきれいにする際に取り除いた汚れを汚泥と呼びます。汚泥は道路の下に埋まっている配管を通り、汚泥処理場に送られます。名古屋市には現在、山崎汚泥処理場、柴田汚泥処理場、空見スラッジリサイクルセンターの3つの汚泥処理場があります。水処理センターから発生する汚泥は、この3つの汚泥処理場に集めて処理しています。空見スラッジリサイクルセンターは、平成25年10月に完成し、供用開始しました。平成28年度からは、空見スラッジリサイクルセンター、下水汚泥固形燃料化事業に着手しました。固形燃料化とは、下水汚泥を燃やして灰にする代わりに、石炭の代わりとなる燃料化物を製造することです。本事業では、汚泥を1日あたり200トン処理する下水汚泥固形燃料化施設を整備しました。下水汚泥固形燃料化事業を実施する主な目的をご説明します。1つ目は、汚泥の有効利用先の多系統化です。下水汚泥固形燃料化施設の稼働前は、汚泥を燃やして灰にしていました。焼却灰のほぼすべては有効利用しており、下水汚泥固形燃料化施設が稼働することにより、有効利用先を多系統化することができます。2つ目は、温室効果ガス排出量の削減です。石炭の代わりにバイオマスエネルギーとしての燃料化物を利用することで、石炭の消費を抑え、温室効果ガスの排出量を削減することができます。また、本事業では DBO 方式を採用しています。DBO 方式とは、事業者が下水汚泥固形燃料化施設を設計・建設した後に、施設を20年間にわたり運営・維持管理し、製造された燃料化物を有効利用する事業方式です。事業者の創意工夫やノウハウを活用し、効率的かつ安定的な運営を行うことができます。令和2年11月1日から、下水汚泥固形燃料化施設が稼働しました。名古屋市上下水道局は、事業者と連携しながら安定した事業運営を行っていきます。名古屋市上下水道局では、さまざまな施設や事業について公式ウェブサイトで紹介しています。ぜひご覧になってください。